さて時刻は11時を回りました FM 講座沖の皆さんいかがお過ごしでしょうかさあここからはここからもうだ FM 講座のスタジオから生放送している番組始まりましたでございますよ宮島真一の「レッツゴートゥ e ザ・ムービー」のお時間がやってまいりました皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日は8月の17日でございますねもう8月も折り返ししましてあともう2週間ということになりましたけれども夏休み皆さんどんな感じですか盛り上がっておりますかちょっとね 僕はこう夏バテとかしない男だと思っておりましたけれども、いや、してないです、元気でございますよ。はい。えー、っと、今日もですね、映画の話題を中心にと思いながらあいろんなお話をしていきたいと思いますけれども、今日はね、あのゲストさんもいらっしゃいますよ。えっと、まあ、映画の話に無理やりしようかななんて思っておりますけれども、皆さん、対極拳って体験したことありますか、まあ、僕は ないんですけれども今日はね世界遺産で対局拳というですね、えーまあ、イベントというかありましてですね、えー、それのこうご紹介をしていただきますけれどもこのあと一曲挟んで11時、まあ、10分15分ぐらいからかな、えー、出番がありますのでぜひ対局拳に興味があるという方 今日ねねバッチリ聞いていいいてたただきとと思いますすよなんとです、ね、先生もいらっしゃいます、えー、講師の方もいらっしゃいまして世界遺産で対極拳一体どんな感じでね、えー、やっていくのかっていうのをいろいろ伺いたいと思います番組最後まで楽しんでくださいね <laughs> FM 講座 E メールアドレスはこちらでございますメッセージもどんどん送ってくださいね FM 講座 E メールアドレスは 761-FM koza.jp ですもう一度言いましょう。FM 講座の E メールアドレスは761アットマーク FMKOZA.JP です。こちらまでどしどしお寄せくださいね。お待ちしております。えー、あと番組はフュー、えっとなんだ、ユーストリーム、そして、えー、ツイキャスでも生配信中でございますよ。どんどん送ってくださいね。あと私の Facebook でもですね、宮島真一の Facebook でも 生配信しておりますのでぜひそちらの方もチェックしてくださいねよろしくお願いいたしますよ早速徳田さんから Facebook でメッセージ宮島さんお久しぶりですはいありがとうございます早速見て聞いてくれておりますねありがとうございますそしてツイキャスからもメッセージいただきましたありがとうルドルフさんからメッセージはいさいこんにちは宮島さん今日も楽しく車の中で聞いていますとメッセージいただきましたどうもありがとうね <laughs> てなわけでございまして今日もバッチリ1時間生放送 でお送りいたしますよ今日はねまあ太極拳のお話なのでまあちょっとでもね正直最近久しぶりにもう一回見直したいなと思った映画がありましてえーどうにかこうにかラストエンペラーという映画がありましたねあれは確か1988年ぐらいかなの映画だと思いますけれどもその映画のサントラから今日はねしっとりとお届けしていきたいと思いますよ太極拳の先生は ね、どこでどんなふうに習っていったのかなもういろんな話聞きたいですけども「ラストエンペラー」今日1曲目の届けしたいいと思いますよララストエンペラーは坂本龍一さん、えー、そしてトーキングヘッズの、えー、デビッド・バーン、えー、もう参加しているサントラありますけれども今日はねいつもだったらこう有名なのは坂本龍一さんのおーテーマ曲だと思いますけれどももう一個テーマ曲あるんですよ。 デイビッドバーンのこれ、確かオープニングで流れてた曲でございます。デイビッドバーンのザラストエンペラーから今日はスタートしたいと思います。 お届けしたナンバーは映画「ザ・ラスト・エンペラー」のオリジナルサウンドトラックからデイビッド・バーンで「ザ・ラスト・エンペラー」のテーマでございましたえー、っとメッセージ一つ先に紹介しましょうかラジオネームルドルフさんからのメッセージ高校生とのトークショーありましたねとそうね先週かな、えー、シアタードーナツであ,あれは グッジョブ関連のですね、えー、ワークショップというかあの高校生に、あの宮島真一、どんな仕事してんのっていうお話をですね先週しましてみんなこう結構真剣に聞いてくれましてですねあの将来、どんな仕事をやったら楽しいのかなというようなこうお話になる、まあ、ヒントになるようなねお話がきっとできたかななんて思っておりますけどもたまにそういうこともやるんですよ、私。ね えー、メッセージありがとうございますラジオネーム、中曽根さんからメッセージ見てますよと <laughs> T シャツの文字が気になると「あこれねシネマピクニック」って書いてますけどこれ、あのー、野外映画館とかやるっていうイベントの、ね、やつのクラウドファンディングで、あのー、賛同いたしましていただいた T シャツでございますよ。よ はい、えー、寄り道はこの辺にしてですね、えー、ここで CM を挟んだ後にですね先ほどちょこっと予告しました「世界遺産で太極拳」のお話 CM の後すぐでございますよ。宮島新一の go to the movie この番組は「シアタードーナツ沖縄」by ベーキャントスター・ピクチャーズの提供で1時間生放送でお送りいたします。 時刻は11時まもなく12分になろうとしておりますお届けしているこの番組は宮島真一の Let's Go To The Movie でございます早速ゲスト今日はスタジオにですね3名来ておりますけれども1人ずつちょっと紹介していきたいと思いますまず皆さんこんにちは こんにちは。ちは,はい、今日よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、えー、このイベント自体がですね。北中城村で行われるということでよろしいですよね。はい、はい、えっ、ー、と、まずはですね。北中城村役場から企画振興課地域振興係の岡山さん。 はい、よろしくお願いします。はい、他も正サさん、結構よろしくお願いします。あともう一方、北中グスク村観光協会の山口かすみさん。はい、山口です。よろしくお願いします。お願いします。あの北中グスク村観光協会できて、もうどのくらいになりますっけ？はえっ、ー、と今年の4月に事務所がオープンしているので、丸4ヶ月ぐらいです、ね。そっかそっか。 4ヶ月少し前から、ねえー、そういうのを盛り上げていこうという流れは僕も遠目から見ておりましたけれども、ね、具体的にしっかり、ね、事務所ができてどんどん盛り上がっていこうとしておりますけれども、はい、そんな中山口さん、はい、今回紹介するこれ、ね、世界遺産ででで極拳って、はい、面白そうです、ね、そううすすねあの、うん、一昨年から「うん、あのグスクヨガ」っていうイベントをずっとやってたんですけど。 ちょっと違う、そうも取り、こう、うん、あの、うん、ご案内したいねっていうことで。なるほど。ちょっと、太極拳をやってみたいということで、ほほほ今年から初めての取り組みです,いいです、ね。この辺の取り組みっていうのは、まあ、あの、役場の企画振興課とも一緒にタッグを組んでやっていくって感じなんですか。はい。うん、岡本さん、これ、誰がやろうって言い出したの、まず、あ。 えっとですねこちらがですね、うん、あの健康長寿のまちづくりアクション事業の一環となっていましてだってもう北中ぐずくねはね、はい、とにかくもうお年寄りが元気な村でございますからねえっと今もやってますもんね毎年ミスえっとあれ何ミス北中ぐずく,くでなんだっけミス さサラバンジとか <laughs> はいえとミス何だっけい,いくつかあるよね <laughs> はい3人の方いて、えー、ミスサラバンジ覚えてる <laughs> <うー> <laughs> ああチムジュラッサ <laughs> そうそうチムジュラッサええー、チムジュラッサあそうですね、はい、あですねさすがでございますねそんな元気いっぱいの北中グスクでもっともっと元気になるっていうところで今回対極拳すごいですねはいこれにどこでやるの ここれれすで世界遺産ですよね世界遺産ですあのちょっと聞きますけどまず山口さん山口さんは太極拳の経験はどうですか全くないです全くないはい私も実はなくて当。はい。だめじゃん全然健康じゃないじゃん健康についてねなんかやってる二人あウォーキングとかはやっているんですけども偉いな ヨガもこ、ヨガの太極拳、うん。なるほど。もうぜひやりたいです。そうですよねえ。結構ね、リスナーの皆さんも食いつき始めてきてますので、<お>え、ちょっといろいろ聞きたいんですけれども。今日はスタジオになんとですね。ああ、先生もいらっしゃっていると。ね。はい。自己紹介。お願いいたします。いますはい。えー、今回世界遺産で太極拳の講師を務めさせていただきます。天行拳中国武術館。 認定指導員の福知裕太郎と言います。うん、よろしくお願いします。裕太郎先生。は裕、い、太郎先生。裕太郎先生いい名前ですね、はい。ありがとうございます。裕太郎先生はこの太極拳と出会ったきっかけって、えそうですね。えー、っと浦添市に、うんえー、宮平保元監調という先生と中国出身の総領先生が二人でされてる、はいる、うん、あの本格的な中国武術と太極拳の道場が、はい あありまいにるんでです僕が小学校ぐらいの時にニュースの番組とかでも特集された先生の姿を見てちょっと習いに行きたいということでそこからつのてこれが小6なんで12ぐらいでえっ12の時にニュース番組でそうです朝の有名な番組言っていいですよ別に目覚ましテレビであやってたんだ見てで学校帰ってきたらもうすぐお父さんに連れて行ってっていうことで。 こういうさきっかけっていろんな人それぞれあるけど面白いね小学6年生でテレビから映る太極拳を見てビビッときちゃったわけね。なんとなくさイメージをあくまでねなんかこうおじいちゃんとかさおばあちゃんとかがやるようなっていうのイメージがあると思うんですけれども実際小学生でその太極拳をやってどうでしたかえっとととでですすねももも入りはあの対極拳もそうなんですけど 武術が発祥のものもであって今は健康法として普及されてはいるんですけど僕も映像で見た先生方の姿はあの中国武術のちょっと早い方のそれをまず見てそれをまず見てきっかけで入ったんですけどそこからだんだんまあもともとカンフー映画とかジャッキー・チェンとかブー・スイとかそういうのも好きで中国武術に憧れてはいたんですけどもそこで入ってみることでやっぱりあの映画と。 本当のまあ武術の世界というのはまあ違うんだなんんということを感じてきて武術をずっと続ける上で太極拳というのがまあ呼吸法だったりとか足腰強化だったりとか体を隅々まであの使うとかっていうことをあのプラスして武術と稽古することでさらに自分の武術の技術も上がっていくんだなということを気づかせてもらいまして、えー、一緒にセットとして練習しております、まあ、小学生からまあそういういあね。 武術、太極拳も含めてやっていて、今何年ぐらいも続けてるってことになります。今ですね。なので、まあ20年近くさせていただいておりますね。はあ、あの第一印象ですね。はい、ゆユタロ先生は本当にね、スラっとしてて背筋もね、綺麗で、この,この先生にあの教えてもらえるって言ったらこれいい企画ですよね。山口さん。とってもいい企画です。<も><全>ありがとうございます。山口さんとかずっとゆユタロ先生もね、キラキラした目で見てるもんね。<laughs> <laughs> 違うの <laughs> あの前のヨガをえっと6月かなやったんですけどその時に。 プレというか次太極拳やりますよっていう告知で福地先生来てくださったんですよでまあヨガのお客さん相手だったんでこう、うん、ヨガのポーズから、うん、でも太極拳そんなに離れてないですよってことでこ太極拳のポーズにこう流してこんな感じのことをしますみたいなあ予告編をやったのねそこでねちょっと紹介させていただきますははははそれじゃあまあヨガをやってる人たちがそれを見た時のリアクションってどんな感じだったの なんか身近なんだなみたいな、うん、身近というか<ー>その体調管ってやっぱりこうどうしてもこうお年を召した方のみたいなイメージだったんですけど、うん、そうではないなっていう印象でした実は今あの、まあ、姿勢のことも言っていた,だいたと思うんですけど、うん、呼吸をしやすくするというかうん、うん、ちゃんとした呼吸をするためには姿勢が大事っていうところからあと呼吸がちゃんとできるようになったらあの綺麗な酸素で体から毒素を出すとかうん、うん、美容効果にもつながるとかっていう。 面で最近若い女性の方からもあのヨガとかピラティスとかと並んで太一て言って世界的にはあの広まってきてあの浸透していただいているかなというタイミングでちょうどいい企画かなと、うん、いいですね、はい、これからまた涼しい季節に向けてねちょっと新しい何かやってみようというチャレンジできるシーズンに入る中で太極拳名前だけはねもう皆さん知ってるかと思うんですよ。 ねえー、でもただ実際やってみるっていうところまで皆さんなかなかいかないと思いますけどこれなかなかいいきっかけになると思いますあのー、僕イメージですよ対極拳ってとりあえず何ていうの何分ぐらいのスパンをやってやるのかなっていうのって、はい、ラジオ体操とかってほら、まあ、あのね時間ぐらいじゃないですか、はい、どのくらい基本的にはやるんですか皆さんでですねあの稽古としてはいろんな補助練習とか準備運動とかも、うん。 含めて僕たちの教室はだいたい90、60分から90分ぐらいのことをやるんですけども、うん、60分から90分で体極拳一番とってもまあポピュラーなもので、うん、24式体極拳っていうのが今あの見聞いていらっしゃるリスナーの方でも、うんうん、24式体極拳って聞いたことがある方もたくさんいると思うんですけど、だ、うんはいたい、はい、6分間ぐらいのはい、はい、あの動きになってます。6分間、うん、ゆったりした動きで動き低い姿勢でやっているていう。 あれさ見た感じ、こうゆっくりやってるから簡単かなみたいな感じ思うけどねしんね、しんどいよね、じっとりきっと汗をかいていくんだろうなって思いますけれども、これ、はまった人はもう、すごい気持ちいいんだろうねそうですね、呼吸と、先ほどから何度も言う呼吸っていうのと合わせるのと、あと体全部を使うってことで、全身、ぐるぐる気が巡るというか、血行がよくなりそうな。 あの気持ちよさに気づいていただけるととっても気持ちよくなりますね。かく汗も変わってきますんでね。かく汗が変わる。やっぱりドロッとした汗からあの循環して綺麗になることでちょっとさらっとした汗にもしっとりした肌っていうのがあの実感として。多分。これ今やったらもうしばらく二週間ぐらいドロドロしたので。すやっぱりねあの僕思うんですけどねリサの皆さんも多いと思いますがまあ。 仕事がね忙しいとか仕事をついついね多分日本人っていうかうち何中も仕事をみんな頑張ってると思うんですよでもすごく便利な世の中であのどこでも仕事ができるじゃない言ったらさ俺もいつもなんかノートパソコン持ってやってるごあししてるけどどこでもできるっていう中でなんか無意識にねストレスって増えてるんじゃないかなと思っててその辺でこうすっきりさせるにはやっぱりリフレッシュとか、はい。 1>, その1日でも、まあ、週に何回かでもそういう何かに集中してやるってことでストレス解消とかにも絶対つながるでしょうねまさにそう,いうそういうことですね日頃の喧騒というかまあ忙しいのをちょっと忘れてこの時間だけは例えばまあこの6分間だけとかでも集中して動作に集中することでクリアな気持ちと心と体とリフレッシュしていただけるのにとても役立てると思います。うん、なんかか今今いくつですか今先生あ 今あのもう三十三十になりましたか。はい、もな,なんだろうもう小学校から健康についても考えてたの。<laughs> の時はまだまだ一ばくな一ばくなもうジャッキー・チェーンの時代みたいなですけど。うん <laughs>。太極拳の歴史っていうのはもうきっと古いと思うんですけど、はい、もどのくらいなのですかね。えっとですね。まずこの二十四式っていうのが健康として普及こうパッと広がろう、うん、みんなに進めようとしたのが大体たいあの毛沢、うん の時代ぐららいかもっともっといくと,、えー、とさらにもうあの戦,戦争で戦でどう自分を身を守ろうかという時代から、うん、ルーツって言ったらもうすごい古いだろうからね。うそう極拳のの魅力、はいあのー ちょっとやってみたいけどまだこの今の話聞いてる段階ではまだちょっと分かりづらいな、はい、難しいなって思うリスナーもいると思うので裕太郎先生なりにですね、はい、こうなんていうのこれを言ったらみんなきっとやりたくなるっていうようなね何か太極拳の説明をしていただきたいんですけどもそうですね、うん、でやっぱりあの何か始める時のこのとっかかりというかうん、うん、皆さんそれぞれいろんなイメージ太極拳に対するイメージもあると思うんですけどうん、うん、やっぱり皆さん共通していうのはあの 足が悪くなっっったたんで体を動かせなくなくっっうのは逆にあの来ていただいて動かした方がいいのと体全身動かすっていうのがやっぱりいいんですね足が悪いうちは上半身だけでできる体操とかもありますなるほどそこに負担をかけずにね。っていうのから体のバランスを整えていって足が動かせるようになってきて全身やっと動かせるようになるっていうで体意識隅々まで意識を通すっていう練習にもなりますので。 ああやっぱりねこの精神的な部分から少しずつあの和らいでいって足は実は痛かったんだけれどもちょっとずつ上の方から筋肉がついていきながら慣れてきてちょっとずつ足を動かすことで慣れてきて慣れてきてきこれねでも継続しなくちゃいけないと思うんだけどこの喜びっていうのが絶対あるはずなんだよね、はい、やっててね年食うとさあの少なくないと思うんですけど何 ここ膝のところの軟骨とかがなくなってとか、はい、よ,よく、ね、世田谷生まれのなんとかみたいな薬を飲むとかあるじゃないですか <laughs>、はい、あれって結局こう筋支える筋肉がなくなったからっていうところが年下さんいることで体を動かすことが負担というか無理になってくる。 とというころではこれ僕の先生の教えでもあるんですけど対極拳に自分の体力を合わせにいくんじゃなくて対極拳っていうものあるんだけど自分の体力に合わせてやっていただくだから腰を低く若い方は足鍛えるために低くしていいんですけど高い姿勢でただ姿勢を整えるこの姿勢の整える部分はこちらで教えるんですけど細かい指導のもとで高い姿勢なりの綺麗な姿勢というのがありますんで。 さあそんなハンサムな裕太郎先生私の手元にチラシがこれあるんですけどこれ FM コサのスタジオにも何枚か置いていってくださいね。あ,、はい、ありがというございますリスナーの皆さんあのぜひ近くの方はもらいに来てください、えー、こちらじゃあ実際にです、ね、行われるのが8月の26日なんで来週の土曜日土曜日,です土曜日ですねこれ朝やるんだね。 超朝です。超朝、超朝です。山本さん何時からこれ？えっと受付が六時開始で、プログラムのスタートが六時半からになります。なるほど。これはやりたいという人はどうしたらいいんですか？やりたいっていう方は、えっとチケットをまず購入していただくんですけども、えっとイオンモール沖縄ライカムの中にですね、北中グスク村の観光案内所のトラベルマートキタポというところがありますので、そちらで買っていただくか、もしくはお近くのえっとローソンかファミポートで買うことが。 できますので。何ハイテク？ハイテクなんです。ねえ、ローソンでもファミリーマートでもチケットはゲットできると。はいそうです。へえ、8月の26日土曜日受付朝6時6時半スタートで8時まで。はい、これはちょっと私興味ありますね。お、ありがとうありがとうございます。ますこの日だけじゃないの？もっと他にもやるの？ 実は11月にももう1回ありまして11月23日の祝日今度はお昼からになるんですけど午後2時からもう1回ありますね今年度はこの2回ですそっかびっくりした時間帯見てびっくりしたけどもさすがに11月も末だから過ごしやすいだろうね今この季節にこの時間やったらもう大変ね溶けちゃいますよねただもう場所がねなんつったって世界遺産 そうなんですちょうど朝日を浴びながらやるっていうちょっとのパワーをもらえるような場所になるので,、はいでね、最近、この中城,城でいろんなねコンサートをやったりとかいろんなイベントやってますけれどもどうですか、この満足度っていうか皆さん参加したお客さんいろんなねイベントやってると思いますけど韓国協会の山口さんの目から見て。 実はあっちでコンサートとかをやる主催がなんですよあっちは中っそうちょっとまた別で微妙だね共同管理になっているので企画としては関わってはいないんですけどでも、お隣同士ねいろんな形で中グスク城を中心に盛り上がっていくっていうのはとても素敵だね。とてもいいと思うでぐすくヨガをされた方とかの感想を見ていると風を感じて気持ちよかったみたいな。 感想をたか。ロケーション的には、この海も見えるし、石畳も見えるし、青空と、あと芝生が緑で。あの、全部こう入ってくる自然が五感で感じれて、とても気持ちよかったですね。グスクヨガの時も。なるほど。いいですね。あの、僕ね、あと一つ気になったのがありまして。え、なに、太極拳をやった後は、なんか。人気のカフェが大集合とか書いてますけど。はい。これ何?。毎回、あのぐすくいもそうなんですけども。 あのそんな外北中城内外のおしゃれなカフェさんに来ていただいてうん、うん、動かした体をちょっとリ,フリフレッシュというかさらにこう、うん、栄養面からでも健康になってもらおうということで<ー>フルーツたっぷりのスムージーであるとか、うん、地元のお野菜を使ったお弁当であるとかうん、うん、あとはカレーとかうん、うん、和のスイーツであるとか毎回こういろんな種類のカフェさんに来ていただくっていう企画になってます。北中ぐすくも、ね、たくさん カフェ増えてるもんね、はい、おしゃれなところいっぱいあるよね隠れたカフェエリアですね、うん、なるほどでございますで、私の、ね、今手元にあるチラシにもですね人気のカフェが大集合取り立てのスムージー地元野菜を使ったベジ弁当ベジカレーはスイーツ、えー、オーガニックコーヒーとかいろんなのがあるからこれ行きたいねみんなこれ、はい、リスナーのさんどうでしょうかとにかくね僕はね女性の人たちみんなに言いたいんですけども 先生がかっこいいです,す <laughs> <laughs> う先生の動きを見るだけでも僕は結構ねあの気持ちよくなるんじゃないかなと思いますけれどもあとあの、まあ、僕指導員させてもらってるんですけど、うん、指導員他のメンバーとちょっとしたあの演舞の時間帯も,もけ、うん、これ何は早いのもやるのでえ、えー、と今回はちょっと待っ対局権で <laughs> <そっか笑>はい11月にはまた早いのも考えるう本当に ちょっとなんかねそういうのもきっと見たいと思ったときにイメージをねどうしても僕はねお年を召した方だけっていうイメージじゃなくて若い人たちもぜひ参加してほしいっていうところがあるのでお子さんとかと一緒に行くのもいいかもしれないですよね。だって裕太郎先生みたいにハマった子どもがどんどん出てきてねみんなで健康になるっていうイメージができたらとてもいいですよねちょうど夏休みなんでよければ最後の思い出にそうでいね ぜひ、初めての方も大歓迎ということで、世界遺産で対局兼中城,城で8月の26日土曜日、早朝6時受付で8時までやっておりますということでございます。チケットはファミリーマートでもローソンでも、そして北中城村観光協会の案内所でもゲットすることができるということでございます。お問い合わせは、トラベルマートキタポ098-923-3601、923-3601。今、北ポって名前変わったとか言ってなかったっけ いや北方は北方、ま、であるので、ねはい、なるほど分かりましたぜひぜひ皆さん、えー、足を運んでみてください、えー、とごめんね岡本さん、ね、あんまり話振ってなかったねあいえいえもう <laughs> もう聞いてるだけでもすごい皆さん,んじゃあ行ってくれて満足です岡本さんからもぜひリスナーの皆さんに、PR、よろししくお願いいます <laughs> あはいえー、とこちら世界遺産という抜群なロケーション先ほど先生からも言っていただいたんですけども、うん、海も見えて、うん、空気もきれいで、うん、最高のロケーションで、うん、みんなで 健康になろうというこの企画ですので、うんうん、ぜひ皆さんお待ちしていますので、お越しください。よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。山口さんからも一言。はい、えー、もうすべて岡本さんの言った通りです。でいすはい、たくさんの方に来ていただきたいんで、朝早いんですけど、うん、ちょっと朝早起きするという気持ちも味わいつつ。うん、健康になっていきましょう。うん、よろしくお願いします。はい、そして、祐太郎先生も。はい。太、えー、極拳がどういう感じなのか、のを楽しんで。うんうん あのいいたただけたらと思いますんでまた朝早くやるんで朝やってその一日の体の感じとかっていうのをちょっとあ楽一日が楽とかっていうことを体験していただけたらなと思いますのでぜひぜひ僕の心は今行ったら絶対気持ちいいはずなんですけども本当に宮島行くのかっていうね。<laughs> <laughs> 行きましょう絶対ね行ったらもう満足するはずなんですよね、えー、もう得なことしかないと思いますので、ぜひリスナーの皆さん、8月26日、この日ちょっとでタイミングがあるという方は11月23日もあるということですので、またいろいろお問い合わせは、です、ね、ライカもなんか行った際には、ぜひ北中城さんの観光案内所にね足を運んでいただいて、まあ他にもいろんなイベントもあると思いますので、はい、ぜひ遊びに行って、山口さんの素敵な笑顔にも会いに行ってくださいね。<laughs> よろしくお願いします、はいえー、本日のゲストは福知 ゆうたろう先生ほかままさふみさん山口かすみさんでございました今日はありがとうございましたありがとうございました,あましたさあ生放送でお届けしております宮島し一の Let's go to the movie 番組まだまだ続きますよ一旦 CM いやー対局拳ね、ぜひこれ、リスナーの皆さん気になった方、始めてみてはいかがでしょうか、世界遺産で対局拳は8月26日土曜日、朝6時受付開始、スタート6時半8時までとなっておりますよと、90分間バッチリね、ゆうたろう先生の指導のもとですね、対局拳に触れてみてはいかがでしょうか、もちろん初めての方、大歓迎でございますよ。 改めてちょっとおさらいしていきたいと思いますけれども対極拳のいいところはゆったりした対極拳の動き全身をリラックスさせてストレス解消そして疲労回復にも効果的ですとまさに今の宮島俊一が必要としている <laughs> と思われるまあストレスというよりもちょっとあれだね、あのー、体が疲れてるっていう感じはね正直。 否めないですね <laughs> そして柔軟性バランス感覚などを鍛えてしなやかな体になりますよとそして内臓主に心臓に負担をかけることなくそれぞれの体体力に合わせた練習もできますとあと先生も言っておりましたよねしっかり呼吸法と合わせた練習。えー それはですね内臓へのマッサージにもなるとお消化吸収機能の改善にも効果的ととにかくあれだね体をこうやって動かす太極拳で動かすことによって全身のねえっ、ー、とまあ巡るんだよね血が巡って、えー、体もあったかくなってポカポカして、えー、なんだろう汗もねどんどんかくことによってきれいになるっていうことでございますね。 やっぱそうだよね、えー、精神的な部分もね鍛えながらでも体力がないとね、えー、両方ないとやっぱダメだよねなんてね口で言いながらで僕みたいな考え方してる人はいっぱいいると思いますけれども一つきっかけにしてはいかがでしょうか世界遺産で対局券すっげえ興味ありますねはい今流れてるナンバーは映画「ラストエンペラー」のオリジナルサウンドトラックの中から「 ピッキングアップブレジス。これは坂本龍一さんの曲でございますね。すげえ雰囲気あっていいですよね。しばらくお届けします。 さあ時時刻は11時38分を回ってお,りますお届けしているこの番組は宮島真一のレッツゴートゥーザムービーでございますよとえー、っとね現在シアタードーナツで上映している作品、えー、紹介いたしますよ映画 スターサンド星砂物語が結構ねお客さん入っておりますねありがたいことにねえー、とこの映画スターサンドは8月30日水曜日までの上映となっております1日2回上映午前中は10時45分そして夜は7時の上映もございます、えー、お仕事終わって早めにね7時間に合うぞという方は是非今日もやっておりますんで8月の30日水曜日までの上映映画スターサンドどんなお話かといいますと、えー、これは1 9 1945年4月の沖縄を描いている作品ですということはそうですね沖縄戦の時代を描いている作品なんですけれどもこの映画スターサンドはあ2つのお話の軸がございます一つの軸はですねまさにその1945年4月の沖縄、えー、その戦争の時代の話なんですがとある島にですね脱走兵日本の脱走兵が隠れていますそこに、えー、命からがら逃げてきた 逃げてきたというかあれはそうだね気がついたらそこの島に流されていたというアメリカ兵が2人でその小島のちょっとした洞窟に隠れて生活していくというお話そこにある少女がたまたま出くわしてしまってこの 状況っていうのをですね、えー、お互い時間を過ごしていくわけなんですけれども、えー、そのお話ともう一つは現代社会の女子大生のお話もう一つの別時間軸のお話が同時に進行しておりますこの二つのお話がどこかで重なっていくんですね、えー、この映画今「白草リッチというメル・ギブソン監督の映画もありますけれどもあれはもう本当にすごいそのいわゆる戦争の、えー 描写が戦闘シーンなのたくさんあると思うんですけれどもかたやこの映画「スター・サンド・星綱物語」はですね戦闘シーン一切ございません。えー、この なんだろう描き方っていうのは本当にいろんな形があるんだなっていうのをあの感じるわけなんですけれどもこれ白装理事見た方もぜひスターサンド星綱物語」見ていただきたいなと思いますね本当に丁寧に人間をまたこれも描いているえ考えたらテーマはどちらも戦争でなおかつ戦うことをしないと決めた兵隊のお話っていう共通点が あるわけなんですすよねね、えー、ぜひ見ていいたただきたいです、ね、8月の30日水曜日まで映画「スターサンド星綱物語」上映しておりますよ、えー、この映画を撮った監督ロジャー・パルバースっていう監督なんですけれどももう70歳を超えてるおじいちゃん監督なんですが実は彼はニューヨーク出身のアメリカ人なんですが実は彼はアメリカ人を辞めています、えー、ベトナム戦争がきっかけで、えー、彼はこんな国に、えー、自分の国籍を置きたくないと 思ったとということでアメリカ人を辞めてですね、えー、オーストラリア人にいくつの時って言ったかなオーストラリア人になるんですよで彼自身ねサッカーをやってたりあの映画に携わる仕事をやったりあと宮沢賢治に出会うことで日本文学に出会うことで、えー、また日本でもですね活動していくわけなんですが実はこの監督脚本そして原作もしたロジャー・パルバースさんはですねあの映画 戦場のメリリークススマス先ほど坂本龍一さんの曲も書けましたけれども「戦場のメリークリスマス」大島渚監督あの作品のなんと助監督をしていたという経験があるんですねえそんなロジャー・バルバース監督はあやはりこの人間のーうーんなんとこうなんていうのもう学ばないところというかね戦争というテーマをですねえ彼はこう ずっとと伝えたいんだなと平和についてみんな考えようというような気持ちでこの映画ももちろん撮ったと思いますけれどもこの映画「スター・さんと星綱物語」主演俳優は満島新之介さんでございますそう小座出身でございますよね。 この映画、本当にたくさんの人に僕は届けたい、見てほしいなと思います、えー。シアタードーナツで上映中です。シアタードーナツの場所は、沖縄市五屋十字路ありますね、えー。ミュージックタウンがあります、五屋十字路から、一番外向けに歩いていきますと、五屋バス停がございますね。五、えー、屋バス停の目の前、建物2階となっております、えー。シアタードーナツでぜひ、スターサンド、星綱物語、上映中でございます。 今日も夜7時からの上映ございます。8月30日までの上映、ぜひお見逃しなくという感じですね。あと夏休み期間中、ぜひお子様たちと一緒に見ていただきたい映画「SONG OF THE s e 海の歌」も好評上映中でございます。今日もこの後午後午時からとなっております非常に、えー 好評でしたこちらもあの子供と一緒に見てよかったって言ってね、えー、すごく感動した思い出になりましたなんて感想もねいただいておりますこの映画「ソン n g of t 海の歌」はですねこれアイルランドのアニメーションです、えー、現在日本語機械版で上映しておりますけれども、えー、アイルランドのアニメーションこの作品は2年ぐらい前かな、えー、のアカデミー賞のー長編アニメーションに、えー、ノミネートされている作品で本当に実力のある、えー、素晴らしい作品でございます なかなかあまりね最近見ない絵のタッチでね新鮮だと思いますでもちょっと懐かしさも感じるんだよね、えー、そして音楽も素晴らしいですよはい初めのきっと5分でこの映画の「ソン n g o l f のね、えー、雰囲気に皆さんうんどっぷり。 ハマると思いますよ8月30日までの上映となっておりますこちら「ソングオブザシー海の歌もぜひ大人だけでも楽しめると思いますようん、えー、お子さんはもちろんね、えー、ぜひ親子でも大人だけでも、えー、楽しめる映画となっております見てくださいね本当に家族愛を感じる映画でございますよさらっと映画の内容を紹介しましょうか、えー、お父さんお母さん長男ベン君がいますベン君 子供が妹が生まれるよというところから映画は始まるんですけれどもなんと妹が生まれたっていうところからお母さんがいなくなってしまうということが起こるんですねでそこから家族は本当に辛い思いをしていくわけなんですけれどもとある日その生まれたばかりの妹赤ちゃんが、まあ、大きくなってからの話ですけれどもその子がねまたねいなくなっちゃったりするんですよなんでなんで、まあ、すぐ見つかるんですけれどもどうやらね陽性なんですよ さあここからですねいろんな冒険になっていくわけなんですけれども心打ちひしがれたお父さんそして長男のベン君そして妹の名前なんてかなシアーシャだシア,シ,ャシアーシャちゃんとのですね大冒険が始まりますよぜひ大人も子供も楽しめる映画「ソングオブザシーアニメーション93分の作品ぜひお見逃しなく さあここで気になるお天気も紹介しておきましょうね、えー、今日はですね沖縄本島中南部地方、8月17日、本日のお天気は南西の風、晴れでございます、波の高さ1メートル、降水確率は20%となっております日中の最高気温、今日も暑いね、34度となっておりますよ。 はいそして明日18日金曜日同じく沖縄本島中南部地方のお天気は西の風のち北東の風晴れ時々曇りとなっております明日も日中の最高気温は34度となかなか雨が降らないですよね、ちょっとさらーっとね,ねー降ってほしいと思うんですけれどもね、えー、そして気になる週末土曜日、日曜日もですね、えー、同じような感じで晴れ えまたは時々曇り降水確率10%から20%と来週もまだまだ雨マークがないお天気が続いていきますよちょっとね夏バテしやすい感じになってると思いますね,ね皆さん熱中症もとにかく気をつけてくださいね、えー、熱中症ねあのまでは僕行かなかったんですけどこの間ちょっと外のあの暑い時間帯のロケがあってねテレビのロケがあって。 ちょっとね、あのー、外にいるだけで疲れたすっげえ。<laughs> 失礼、えー。すっげえ疲れたなで。やっぱ体は正直でさあのしばらくこう太陽の熱を浴びているとさもちろん日焼けもするしねその熱を逃がすために汗をかくと思うんですけれども熱中症の場合はやがて汗をかかなくなっちゃうんだってねその時にはもう気が付いた時に遅すぎるみたいなこともあると思いますのでまめ、えー、にね、えー、水分はもちろんですね日陰に逃げたりとかあとにかく日 なのに日の光に、えー、太陽の光に当たりすぎないようにってなんて思いながら話しててもさあのー、本当にね昨日とある工事現場で働いてるこう皆さんを見ててすーげえ大,大丈夫かな気をつけてくださいね本当に皆さんね、えー、太陽の光を熱を侮らないでくださいねしばらく雨マークはございませんみんな熱中症にならないように気をつけてね リスナーの皆さんは Facebook だとか Twitter とかやっていますでしょうか、えっと、割とシアタードーナツの最新情報は Facebook の方が早くアップするのでね、えー、もしよかったら Facebook ページこれ誰でも見れるページとなっておりますのでぜひシアタードーナツの Facebook ページチェックしてほしいんですけれどもえっと9月の1日にですね、えー、夜7時上映開始で、えー ジュゴンを追いかけるドキュメンタリー映画「ザン」という映画をですね、えー、9月1日から上映開始です初日の9月1日金曜日の夜7時の上映会はなんと監督プロデューサーそして配給会社の代表さんと3名来て、えー、この映画「ザン」について、えー、いろいろ上映後にですねアフタートークもちろん私宮島真一司会でお届けしますけれども先着20名の上映会となっておりますよえー 先着なんで早速皆さん電話してみてくださいね。興味のある方、映画「ザン」の上映会、えー、こちらはジュゴンを追いかけたドキュメンタリー映画でございます。一体ジュゴンはどんな生き物なの今、ジュゴンがいるといわれている海はどんな風になっているの、えー、そういうことをですね、この映画「ザン」は描いておりますよ。9月1日金曜日夜7時上映開始でございます。その回は監督、プロデューサーそして配給会社の代表と3名いらっしゃって映画を見終わった後に。 映画トークいたしますよ、えー、この映画は9月いっぱい、えー、9月下旬まで上映する予定でございますよ映画ザンこの9月1日の上映会を見たいという方は今すぐ070-5401-1072 070-5401-1072 シアタードーナツまで電話してくださいね先着20名となっておりますよぜひ皆さんチェックしてくださいねよろしくお願いいたしますさて現在上位1の作品も少しありますので紹介させてくださいね えー、映画「片 V」こちらもドキュメンタリー映画ですね僕ねこの映画本当にね毎回どの作品を僕しつこいですが言ってますけれどもあの沖縄県民全員見たらもうなんかすごく何か変わるんじゃないかなと思います、えー、沖縄に住んでて本当に良かった誇りに思える、えー、そんな作品をなんと 沖縄移住13年目のスイス人がドキュメンタリー映画で僕らに教えてくれるというすごい映画でございますよ、えー、映画「かたぶい」ドキュメンタリー映画「80分」監督ダニエル・ロペスさん、えー、以前このスタジオにもね来ていただいてこの映画についていろいろ話していただきましたけれどもいや本当にね沖縄に住んでてよかったなって思えるそしてこれからの沖縄についてみんなしっかりなんだろう え向き合ってねえどうやって生きていこうか「素敵な島なんだここは」とね誇りに本当に思える作品だしあの沖縄のことのイメージをまあねすてなリゾート地 って思っているだけの方も少なくないと思いますけれど、まあ、そんなことないかああまあいろんな問題も抱えながらの沖縄の人たちは本当にたくましく生きているっていう部分でこの映画は沖縄に来たことがない方もしくは沖縄によく来てるけども、まあ、いわゆるリゾートなところしか行ったことがないという方にもぜひこれは見てほしいな改めてまた沖縄の良さっていうのをですね、えー、知ることができると思います。まあ、これれ言うなれば全世界の人が見てほしいですね この映画スイスで上映された時にはもうすごいロングランヒットして沖縄ってこんなところなんだ行ってみたいと思う方がたくさん増えたという話を聞いておりますけどもねこれ俺、思ったんだけどね飛行機の中でみんな沖縄に来る日にこの映画流してみんな見たらいいのにねって本当にそんな気がいたしましたよ。映画片振り「片たこちらも今月30日までの上映となっております。えー、午後3時1回のみのと上映となってておりますぜひチェックしてくださいね シアタードーナツでの上映作品詳しいまた横兼なんかを見てみたいという方はシアタードーナツのホームページまたはフェイスブックページなどもですねチェックしていただきたいと思いますようよろしくお願いいたします今日はやっぱこうなんだろうね夏バテしない体、うん、それを作るためにもやっぱ体力ね <laughs> まあ無理しない程度にねできる範囲で皆さんそれぞれのやり方があると思いますけれどもね朝のラジオ体操もいいと思いますしウォーキングももちろんねいいと思いますし たたまた世界遺産で対局券8月の26日土曜日開催でございます、えー、マイル券がですね中高生は500円一般は900円、えー、当日も1000円となっておりますけれども事前予約制ということもありますので、えー、ぜひですねお問い合わせください世界遺産で対局券会場は世界遺産の中ぐすく城あとでございますよ、えー、チケットのお問い合わせイベントのお問い合わせは北中城村観光案内所トラン ラベルマート北っぽ、えー、こちらはイオンモール沖縄ライカム1階正面玄関左手にございます、えー、お電話での問い合わせは098923 923の3601番まで世界遺産で対局権お問い合わせくださいねさあ1時間生放送でお届けしてまいりました宮島真一のレッツゴートゥ e ザムービーこの番組はシアタードーナツ沖縄 by ベーキャントスターピクチャーズの提供でお届けいたしましたまた来週お会いしたいと思います本日のお別れナンバーは久しぶりにこのダンスブルーなナンバーでお別れしたいと思いますジャミルクワイアルバム EmergencyOnPlanet Earth アルバム1曲目に収められております。When You Gonna Learn。これを聴きながらお別れでございます。また来週お会いしましょう。宮島でした。